哎，我们来解那个征服之梦哦。哎呀，上一集哦，什么什么生兵哦，我讲成征兵，他是生，我念斯恩生兵。哦，我们过去吧。哦，玩这游戏可以学到一些文字哦，念法。念法这里面有一些字都是不常用的。それはピーナインティおらぬか誰か見たやもしれぬなこの近くに手に入りにくいものが揃ってますよそういうところ村にもあった湖を見渡せる丘我要问这边的人哦诶这个我升一下材木布を扱いますうん燃烧剑升一下役に立ちますよ。还有什么东西要升一下？恐れながら数が足りませんね。皮不够。また来よう。またいつでもいらっしゃってください。金田の木を奪い返すなんてどこらの。ん？武士を知らぬか。弓取りだ。東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。这么快就知道了，这么爽快直接讲。嗯，我什么时候才可以拿到长弓啊？我是短弓而已。哎，半弓啊，只有半弓，然后长弓。不行啊。石川先生が危ない。どうしよう、どうしよう。あれ、うらっしゃ。怎么每次都会砍一下？到底是？有多按键吗？没有哎、欸。金海路，下开，过来。受伤了。その怪我。かすり傷。嗯，果然。何故先走ったのですか。巴の足取りを掴んだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。あなたが来ます。傷の手当てを。敵は私が。あ、そう、はい。没了吧？まずまずの出来だ。あなたが囲まれるとは。巴の教えが良いのだ。訳は他にありましょう。思い当たる節が？申せ。巴に執着し、周りが一切見えておらぬからでは。わしとて過ちは犯す。相手が巴ゆえ、心を乱される。先を急ぐぞ。
どのような野営です？兵の多くは弓取り、赤島のあちこちで村を襲っておる。巴がその指揮を。あやつは我らを下すための手りのいい道具よ。我很好奇八的真面目到底是怎么样。里面目前没有一个女角长得很 beautiful 的，没有，我长得很普通。トモエはもうこの時期前にあなたを襲った。隠さず司祭をお話しください。あやつは族の一味に加担したのだ。金のためにな。それが何だとおっしゃるのです。まあ聞け。お主ならばその族を生かしておくか。あなたが先に襲ったのですね。そこらの族と同じように処したまでだ。弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。まず長尾広則、次は巴。お主はわしを裏切るでないぞ。那边有东西。哎，转弯。どこ行く？坂井。谢。不能往那边。哎呦，大概位置 ，OK。これは何事だ？戯れに殺めおって。これは稽古だ。情けはないのか。無意な殺しは士気を下げるのみ。薬も過ぎれば毒だ。巴は弟子入りを志す前は何をしておったのですか。あやつの母は小麦の商人の娘。很多花朵知らん。なぜ聞く。殺しは一日でならぬもの。たとえ弓の才があろうと。人殺しの血が流れておるということだ。また巴の仕業だ。赤島の民は家畜だとでも思っておるのか。あやつらは血に飢えておるのだろう。刃を磨くは人殺し、武士は心を磨かねばな。あなたは刃ではなく弓を磨いた。弓の腕のみ、殺すためではない。どこに才があると。弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切れる。つまり弓は刃にあらずと。そして武士は人殺しにあらず。巴が抗えば殺さねばなりません。どうかお覚悟。弟子の戸川、死も追わねばなるまい。わしが切ろう。しかしあえて人殺しに育てたわけではないでしょう。弟子に取った時、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。煩わしいだけだ。門をつくぞ。中山砦を思い出せ。敵陣を調べ、短所を見極め、策を練る。上出来だ。見るは二度、いるは一度。ここから歩こう。声がする。着々と育てておるわ。苦労まとに。まったくしつけがなっておらん。残念。あれは蒙古流の芸術。折衷だ、日本式とのな。あそこを奪えば居所がわかりましょう。先陣を切れ。わしが弓で援護する。내기좀하신다야선배백기에서났소힘다하
un seul mec.確かですか。調べましょう。大ハーンに謹んで申し上げます。この年の終わりまでに持てる技すべてを宮兵に教えいたします。その暁には石川と酒井の首を届けましょう。 巴だな。物資の目録、弓と的ばかりだ。豊玉の各所に送るようです。修練場を増やす腹積もりか。大綱と屈指に一つずつ、さらに増えるな。わしの教えは水泡に帰した。ご決断を。 止める術はただ一つ。言われずとも分かっておる。ならば証明してくだされ。己はわしを愚弄するか。巴はこのわしの宝だが、いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。それが死の務め。先の目録、 接下来我们再等一下回来这边继续解这个，这是另外一个人的任务。哦，一样那个生兵的佛祖的教，等一下回来这边解。诶，这边有东西可以，这边也可以拿礼物。现在这边刚刚的地方我要拿什么？ 太，这样就太深了。哎，又是一个斗笠。斗笠是长怎样的？看一下哈。哎，多多多。哎，茉莉。这是怎样？ 是怎样？有点艺术哦，迷彩迷彩哦，迷彩颜色。酒井様、乗りを。皆方針を案じていますが、たまには気を休めないと。ああ、楽しんでおるようだな。 昔の私のようです。菰田の戦の後、俺も変わってしまった。地獄でしたか。菰田か。ああ、皆討ち死に。浜は血を吸って真っ赤に染まり、まるで泥の沼。この世の景色ではない。 我らは南へ向かい、日が暮れてひどい嵐で立ち往生に。ある村で休んでいましたが、悲鳴で起きると母屋が燃えていた。
猛虎の仕業でした。縛られて枯れたへ運ばれ、その後は討ち死にの方がマジだ。方針の所在が分かりました。すぐに立つか。はい。行き先は海岸の野営地。北へ向かう猛虎の船はそこで捕虜を乗せるのです。沖に出られたらしまいだな。酒井様、この戦を終えたらどうなさいます？いつか故郷の近江に戻り再興するつもりだ。私にもそんな気力があれば、これまでの人生道は明らかでした。悟りの境地を目指し仏に仕える、それでよかったのです。なら続ければいいだろう。入門したのは兄がいたからです。これからもずっと兄と共に修行していくものだと思っていました。こんなことになると。全てを奪われたわけではない。いつか猛虎は消えるが、お主の人生は続く。もう私の人生ではありません。死んでいった兄や仲間の供養をせねば。酒井様も菰田で死んだ者の命を背負っているのでは。そうだな、死んだ者の分まで生きねば。ですがたやすくはありません。そうかもしれん。猛虎襲来前の人生が遠い昔のように思えます。一言のように。20年も経てば今日のこともそう思える。酒井様、方針は暴力を嫌うとお伝えしましたよね。僧兵を非難しておるそうだな。奴は武具すら嫌います。太刀も薙刀も。助け出したら何を好むのか教えてもらおう。まもなく野営です。有一个玻璃屋，等下再去拿。嘿，一番手は誰だ？倒しましょう。なぜねえ、シグルジメ。野営を見渡した。あの蔵はどうぞ。よし。没有人。方針を見つけましょう。誰か囚われておるな。きっと方針です。俺ならば兵に見つからずたどり着ける。猛虎の呪し術。呪しを上げて注意を引きましょう。その隙に救い出す。方針を助けたらあそこで会おう。私が遅れても気にせずに必ず方針を村まで届けてください。生きて明石までお会いしましょう。のろしが上がったら方針を救う。御仏のご加護がありますように。这个怎么看都不好啊，这个绝对会发现啊。
他怎么点燃？他不是说他点燃吗？帮我点燃，都没有帮我点燃啊！哎呀，往往看这个。怎么丢 ？OK。Legion Harsinta， 亚森贝。ノリオ、やったな。もうこの注意がそれるぞ。いけない。あなたはどなたです。我忘了去拿一个物资箱，哪个地方有物资箱的说。できません。我现在想到。猛虎が杉寺に連れて行ってくれます。あそこの人々を急ぎ治療しなくては。無駄口は聞かぬ。いけません。私は残らねば。啊？西海様、方針。そうそう、打到了。なぜここにおる？近くの猛虎がのろしに気づいた。向かってきます。そうか。方針、下がれ。我らが守る。ノリオ、頼むぞ。うん。啊是再来一次别注意到了哎呀注意杀人而已倒下了，靠腰啊！再来一次啊！看你把人打在那边，我怎么杀？みんな死んだ。私だけだ。すまない。助けになればと思ったのだが、猛虎は私を探していた。皆を救うため従ったのだ。どうして所在を知られた？それは私にもわからぬ。だが杉寺に戻るよう脅された。
治療のため。敵の傷を癒すつもりなのか。苦しみに敵味方があるのでしょうか。敵によるな。もしかして医生の通常杉寺は落ちたのか。どうだろうか。ノリオ、遠兵が来る前に方針と村に戻れ。猛虎が来たら俺も一緒に手立てを練ろう。新的礼物可以拿了。 OK， 我们接下来解的任务就是这边蹦出一个传说，传说任务，传说故事，有关于无座的甲胄。那我钥匙我记得还没有满啊，等一下我看一下哦。关键物品，对啊，他是该不会这个可以告知我其他钥匙的位置吧？不知道哎、欸，我们去看一下啊、喔。绕了一圈。三階様、さあこちらへ。五作の伝承を語りましょう。五作？聞かせてくれ。喜んで。タモモトセとイソジモ前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓モノノフの亡霊の呼びたるを聞いていずれば、カバネの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやって族は五作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、五作は鎧を身につく。族の打ちかかりて来たるに、五作恐れて手が震え、足なんと思う時、族の剣を鎧が弾き、五作はたじろぐこともなし。惑いたる族は後ずさり、夜めきなどすれば御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の勇を哀れみし、モノノフの亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる族を切り捨てる。その後は族を見る者なし。後の年御作死して村の家々鎧をば被葬して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く御作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするを弔うと。我说还有两个农地吗？应该会标示出来吧。鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。青い飯島、クタ、小清水、小清水、小清水、お浜。やがたです。鍵さえあれば、赤島の丘の上で鎧を得られるといいます。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。おお、6個点。他帮我标出来了。おお、剩下2個是在这上面呢、啊、我以为是下面呢、啊。哇哦。路上又遇到这个，这里是怎样？好像要打架的意思呢？看一下好了。待っておったぞ、社会人。行け、マッパ。啊？
他说我会来找他啊，那谁？看一下。裏切り者のすげがさし、死であがなうがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。哦，其实我蛮喜欢这种战斗的，在打 boss。一次解决啊！我穿这件呢，这一件，嗯，完美超佳。哦，这么猛哦！哦，等一下，我靠！哦，安姐，我这这一点架势哦，武器那个防具的完美招架有点让我怀疑人生啊。哎，没有防好。为了那个那些招式，真的是。他这个被防到就真的很强。但是没有防到就是这样。然后不能太快。还是说按住就可以了。哎，等等，我能抓到诀窍，应该。白育ちの軟弱者め。所詮この程度か。息を切らしておるぞ。那完美招架好像可以按住 Q 没关系。
さらば浪人。是这样啊，这没有什么特别的吗？哎，对对对对对，我好像太快了。哎 ，shit！ 冲来，太冲了！啊，不恢复生命，然后杀死七个人啊，很简单啊，很容易啦，不难啊，难是难在于。我要怎么暗算他们呢？哎，哎，不行，必须喝一次。对耶，变成是说按 Q 就好了。按住 Q， 等一下再救你。狗可以格挡吗？啊，不行，它是红色的，我忘了。只要呈现绿色，就是那个蓝色，就是有机会可以挡掉。動くな。祈りが通じたようです。さあ、早く逃げよう。早く。ジムラ様が兵を集めている。把刺杀掉。OK， 额外奖励搞定，这样子就可以所谓的大开杀戒。哎，什么意思？也不能按太久了，就是他发招的时候按住 Q， 他就有机会弹掉，就是完美的弹掉了。啊，只是也不能按太早，按太早那个时间就过了。那边还有一个，巨型单位，这是墙壁。啊？待たせてしまった。才子。この命すっかり諦めておりました。道中気をつけよ。
왔다 와. 손다선 벌금질. 에이야. 아이오, 대샤리샤리. 오이, 우도 극자 하르타. 이하 쿠세. 에이. 에이. 아이. 아이요. 치. 对长枪有点难搞，有时候搞不定，然后有时候会搞得起来，有时候搞不起来。作様のような強さだ。お礼の印にこの鍵をお持ちください。島を守るため使わせてもらおう。确实拿到了。ずっと前から友恵が気に食わなかった。任务感觉好像挺难的样子。解救人质，弓箭手，看一下能不能。好哟。谢谢谢谢谢。哦。哇。走开。走开。哎呦！还没适应呢。你先救你，快逃！我在想说，这个地区如果抢下来的话，会不会影响到？等一下，我本来身边还有一个任务呢。那个谁的任务呢？那个镇子的呢？不知道会不会影响。没关系，不管，我就是要来杀。因为那个大只的先给他死。可以上去。对啊，我可以从上面突击。他们在，一个在这。
好远哦。내게좀확신다哎哎哦还是不行，嘿嘿。草帽的那个感觉要抓到，因为我之前不是穿这件的时候啊，按 Q 它都会闪开，就是提前按的话，它会闪开那个动作，要稍微慢一点点再按 Q， 它才会弹开来，就是完美招架。哦 fuck， 我又按到一，我不小心又多按一次 ，shit， 这竹林看不到吧？有火啊！天尊，二进。耶努，你别再过来，你二进了。好了，兄弟，进不进？进！到！高手，高手！啊！这里好像不是我们要来的地方啊！没有看到我要救的人呢，哪呢？我要救的人在另外一边呢，我无缘无故救这边的人，这里面有两个，那边一个。那个这两个先搞定了，另外一个是弓箭手，弓箭手用射的。Son biche balle si on me balle que t'es. À quoi, à ce? Ma t'as fait des choses. Ah, Atake ou aussi n'a pas de chemin au cata au moins, Masta. Kagi ou, Mouko ni ouba ou les tanko. Au moins, tu crasse. Corée de Mouko a.もう何も奪えません。鍵は揃った。鎧は赤島にある山の上だったな。完成。那正直的任務怎么办？这边应该是完正直的任務顺便解。还是一样可以解啦，这边呢、啊、还是有显示，还是会显示的。哦，这边刚刚我们路途有遇到另外一个叫怒的招式的那个传说故事。OK， 我们这边要前往另外一个岛。好，那我们就下一集再去了哈。